ご視聴ありがとうございます。旅すべきもの男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。久しぶりに僕の作業部屋からオープニング映像を撮っています。また前回の配信をもちまして北東北編のメインストーリー全6話が完結いたしました。もし全てのエピソードをご覧いただいたようでしたら本当にありがとうございました。一方で僕の作品は今回が初めてなら、僕の YouTube チャンネルの再生リストから北東北編をクリックして気になる作品から順に見ていただければ嬉しいです。さて今回のテーマは北東北編第5話で秋田県の角館を散策しています。ただその時尺の都合で後回しにした秋田駅から角館駅に至るまでの空白の5時間についてです。この作品でしか見ることができない貴重な映像が盛りだくさんの内容になっていますから、ぜひ最後まで見てください。それでは2023年5月4日の朝をもう一度一緒に振り返りたいと思います。秋田駅到着しました。早速改札を抜けたいと思います。秋田駅の中に生ハゲのモニュメントあります。やっぱ秋田といえば生ハゲですよね。ここは秋田駅の5番ホームです。午前8時9分発の奥羽本線上りの列車は新庄に向かうんですが、今回途中の大曲がりで一旦乗り換えをします。その後田沢湖線に乗り換えて角館に向かいます。所要時間としてはそれほどかからないはずです。角館に多分10時頃には着けるんじゃないでしょうか。車両が入ってきました。ここで切り離し作業が行われるみたいです。そして前の車両の方が新庄行きになるらしいです。もし大丈夫なら切り離しの場面を。おーっと、ちょっとここでストップ。もしかしたらどこかで見たことがあるかもしれません。実はこのシーン、2ヶ月前の2023年5月4日早朝に秋田駅で撮影をして、同じ日に YouTube の YouTube ショーツ、Instagram のリールなどのショート動画として投稿しちゃってるんです。ショート動画を公開してすでに2ヶ月以上経過してから長い映像作品としてお届けすることになって、なんとなく気恥ずかしいような気持ちでいっぱいです。僕も初めて見ます。こうやって切り離し作業を行われるんですね。車両が切り離されていきます。切り離しが終わりました。切り離された車両が秋田駅の5番ホーム少し離れました。珍しいものを見させていただきました。とても勉強になりました。乗車大丈夫だそうなんで乗り込みます。おそらくこちらが進行方向かと思われます。車内ロングシートタイプですね。緑の座席がリラックスさせてくれる感じはあります。大曲がりまでは出発地の秋田駅の9駅のようです。向こう側の新幹線ホームに秋田新幹線小町が入線したようです。午前8時58分、大曲がり駅到着しました。
初めて来てようやく分かったことですが、 JR 田沢湖線の終点駅、それがこの大曲駅なんだそうです。軽く調べたら田沢湖線盛岡までつながってるんです。やっぱり考えが浅かったです。3番線の田沢湖駅、なんと11時14分、2時間以上待たなきゃいけない。ああ、やってしまった。目の前を小町が走り去っていきました。奥羽本線上り方面、新庄行きの列車が出発したようです。ここまでの道中お世話になりました。時間を潰すつもりで階段を上がり、構内をふらっと歩いていたら、窓の外に3番線へと入線する列車が見えました。ひょっとしたらと思い、急いでホームに戻ってみると、田沢湖行きのワンマンカー到着していました。角館は田沢湖の4つ手前の駅になりますから、この列車で向かいたいと思います。ただし今清掃作業中ということなので、20分前にならないとドアが開きません。現在の時刻が午前10時33分です。時間が来ましたらこの列車に乗車したいと思います。そろそろ乗車できると思います。ボタンを押してみ、あ、開きました。これが田沢湖線の列車の車内です。対面式の座席もあるんです。駅を出発しました。角館まで所要時間約20分です。四ツ谷駅で秋田新幹線小町の通過待ちをしています。午前11時39分、角館駅到着しました。ついにやってきました、角館駅です。あちらには秋田内陸縦貫鉄道の車両が止まってます。ここが終点だということは聞いていたので、まさかこうやって出会えるとは思っていませんでした。いつか乗ってみたいですね。というわけで、北東北編第5話で語りきれなかった空白の5時間を一緒に見ていただきました。どうでしたか？今回の旅行動画楽しんでいただきましたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。受け止め方次第では秒で語り尽くせる内容だったかもしれません。もしがっかりされたようでしたら本当にごめんなさい。とは言っても、ここまでご覧いただいた感謝の気持ちを込めて、と言いつつがっかり宣伝なんですが、次回配信のお知らせをさせていただきます。この次に配信する作品は、久しぶりにお届けする単発の旅行映像作品です。東京にお住まいの方にはとても身近な場所かもしれませんが、山梨県に飛びます。山梨県ですぐ思いつくことといったら、ほうとう、ワイン、富士山、そして甲斐の虎こと武田信玄だと思うんです。しかし、その信玄公が亡くなってわずか9年で甲斐武田氏は滅亡してしまいました。そこで
甲斐武田氏最後の輝きと題し、終焉の地となった名所旧跡を訪ねる鉄道旅行をしたいと思います。名前は聞いたことあるけれど場所は知らないというあなたのために、目いっぱい現地を歩きますので、どうぞお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。